G7 サミットに参加しているアメリカのバイデン大統領は13日、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し安全保障協力協定に署名しました。期間は10年に及びます。 協定によりアメリカはウクライナに対し、地対空ミサイルシステムパトリオットなどの供与を続け、重層的な防空システムの構築を支援します。また、長い射程を含む地上戦闘用の武器も供与するほか、ウクライナ軍を長期的に訓練します。岸田総理も13日に署名していて、すべての G7 諸国がウクライナと協定を結びました。